皆さんこんにちは、ゲリバンゲーム TV のギャリバンです。それではアッシュと魔法の筆、前回の続きからスタート。カセヤ、ねえ返して取ってみな。お願い。ん、なんだ。喧嘩してる。そうか、この子の過去を見られたんだ。なんか変だぞ。なんでもない。ただこいつもう相手してらんねえ。マヌケ面民ども飽きたし。辛い過去背負ってんだな。多分この子たち全員あるんじゃないか。なんだろう今の。優しい電球コン。ありがとう。さあ先に進もう。デンスか水力発電。おばあちゃんの話じゃ、リーって教授が水力発電を試してたんだよね。でもうまくいかなくて全部閉鎖したんだっけ。廃墟か。じゃあここは。これお気に入りだったんだ。ここもまた消えないやつだ。これなんとかしてどかさなきゃ。これスーパーペイントでも無理なんだよね。うん、スーパーペイントじゃないと描けないな。でも使えるんじゃない今。はい、お気に入りです。オーロラ全部消してえな。でも時間があるんだよね。お掃除しちゃおう。消せたかな。こっちにもある。わあすごい明るくなったぜ。水力発電廃墟だったんだけどね。あ、ここも開いた。ではこの中行ってみるか。通電させて。ここが開くわけじゃねえんだ。このスイッチか。さあこれで開くかな。開くというよりは上に登っていく形になるんだね。ここからもうほら屋根の上に上がれる。取った。さあ海の方にも来たよ。これなんだ。カモメが鳴いてる。あ、ここにもあったか。これでゾーンがまた蘇った。あ、ここの紫も消えたよ。この辺りは完了。次だ。スーパーペイントがなくなった。あ、ここにもまた電気の怪物。ここまではいい感じ。すごいつけたでしょ今回。もうね、できる限りのもくっつけてみようと思った。どうぞよろしく。すごい教祖様みたいになったな。でこれを通電してもらおう。開いた。
ちゃんと止まるんだか心配だよね。よし、着いた。助けてくれるかな。ここからこの子、そうだな、移動しなきゃいけないのかもしれないな。ってことはさっきのスイッチがあったよね。これ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 、ちょっと気になってたんだけど、これ押すとどうなる。入れ替えだ。コンテナが降りてきた。こっちに入れ替えさせて登らせればいいんじゃないかな。ねえ、こっち。少しちょっとしたパズルだねこれ。で移動できるかな。そしたらここに通電できるってことか。子供たちいるけど、なんだ、早くボコボコにしてやりたい。あ、でもその中行かないんだ彼ら。うわ、まずい。やばい、見つかった。おい、やめて。ビビってやんな。ダメ。あ、またこの二人の過去。親が離婚か。愛に飢えてんだねこの子たちも。さっさと行くぞ。ジョーラもよしって言いながらちょっと悲しい顔してんだろうね、あの3人は。だから意地悪になったんだね。許したわけじゃないけど。どれどれ。ここも怪物、魚みたいなのを作って通電してもらおう。ごきげんよう。よし。おっと、気をつけて。すごいねすごいね、動いたぞフォークリフト。フォークリフトこんな感じで、前回あのなんだっけ、ファーミングシミュレーターでやったら、これ3つつけなきゃダメなんじゃないかな。この子だけじゃ足りない。よし、どうだこれで。いいね。これで開くかな。あと1個。さあ頑張れ。よっしゃ。よし、じゃあ開くぞ。すごいね電気。水力発電で電気の力を借りてる。あのツタをどかさないと登れないな。お、大キャンバスで描けるようになったぞ。どこだ。ここか。なんか声いるな、いじめっ子いるぞこの辺り。あの子たちから避けながら行かないといけないか。
どうだ？いるよね。うまくいいよ、おびき寄せていけばいいかな。まだ見えないけど。こっちだよ。ほーら、こっちだよ。来た来た来た。捕まえてみたらどう？捕まえてみな。おい、こっちだよ。なんか本当に単純な子たちで面白いな。で、登っちゃおう、この間に。よし、頑張るぞ。さあ、頑張れ。最近こうやっていっぱい登るゲームいっぱいやってんな、最近俺は。うわ、かなり高い。落ちるかと思った。命綱ないと怖いぞこれ。わあ、いい眺め。黒いやつが確実に減ってるね。さあ、この先だ。お、電気の怪物いる。おいおい、仲良くしてよ。で、このリフトをスイッチ入れると大キャンバスのとこ行けるかな。すごい。暗闇を消して水力発電所を美しく飾る。リー教授が見たらなんて言うかな。リフトで描くのはちょっとおしゃれじゃない。いっぱいいるな、気がついたら。これね、書いてほしいものがこうやって光ってるからさ、わかりやすい。気に入ってくれたかな。綺麗。お、ルナだ。気に入ってくれた。あと一つ大キャンバスを完成させれば街中の明かりがつく。で、この街から暗闇も消えてなくなるんだ。お、なんか新しいの入ってた。おっと、ずいぶん元気がいいね。ごめんごめん、怒らないでってば。君はね、ビュンビュン飛び回ってたから。そうだ、ビュン、いいよね。さてと、次のエリアは水路か。水は苦手なんだけどな。泳げないんだよね、足は。ルナ、どうかした？え、灯台まで戻ってほしいの？この街を蘇らせるんじゃなくて？なんか落ち込んでるね。ああ、そっか、寂しいんだ。ああ、寂しいのか。なるべく早く会いに行くよ。待ってて。あ、この前やって時計台を越えて、すごい大キャンバス。次は水路か。新しい妖精ビンをくれたって。
これビュンから発せられたこれがあれだよ、怪物。いや、僕アッシュ。何をしてくれるんだろう、このビュンは。そこが怪しいな。トラックがあるぞ。お、風だ。火、電気、そしてこの子は風だ。助かったよ、ありがとう。さあ入ってみよう。行って、では水路は次回かな。はい、皆さん面白かったら高評価とまたチャンネル登録お願いします。ではもう少し先に行って、今回は終わりにしたいと思います。これは取りたいな。よし、もっと集めないと。戻してっと。どんどん集まる。なんだこのにやけ、こにゃろ、笑ってる。あ、怖いのか。珍しいね。怖がりだな。探してた。ではまた次回お会いしましょう。ギャリバンでした。また会おう。あら、どうしたの、ちょっと太っちゃった。